京都5レースメイクデビュー京都のパドックです。解説は大阪スポーツ松並大樹さんです。それではご覧いただきましょう。1番プレイズゴールド492キロ。はい、まだ少し余裕がある感じはしますけど、まあ、自らねこうグッグッといく感じがあってね、なかなか走ってきそうな感じの薄る馬です。2番宮地 D の470キロ。まあ、少しねのんびりしてるかなという感じはしますけれど、まあ、2000メートルありますからね、これぐらいの方がいいかもしれません。3番ブリーズラプソディ462キロ。まあ、見た目自体はね仕上がったようには見えるんですけど、もう少しこう推進力が、ね、あるといいんですけどね。4番エネミーゼロ462キロ。まあ、少しねお腹周りに余裕があるかなという感じはしますね。使ってからの方がいいかもしれませんね。5番シュネークリスタル488キロ。まあ藤木関3区なんですけどね、体型が詰まってるという感じじゃなくてね、長い距離の方が合いそうな印象を受けますね。6枠6番酔って歌って462キロ。なかなかすがる動きをする馬ですよね。芝に行ってね良さそうな感じを受けますね。7番マルカブラン496キロ。体自体はね、仕上がっているように見えるんですけど、少しまだちょっと力強さがね足りないかなという感じがします。7枠8番です。ミヤビジャスパー500キロ。しっかり踏み込めてますしね、適度に気合いも乗って雰囲気自体はいいですね。9番ウィントゥモロー500キロ。まだやっぱりちょっと余裕があるかなという感じがしますね。使ってからのがいいと思います。8枠10番は現在1番人気モンドシャルナ446キロ。まあ、この中に入るとね、まあ、小さい一番小さいんですけど、それでもねそんなに見劣るという感じはしませんし、むしろねすがる下がってねいい感じですよ。おしまいに11番グロリアスカフェ486キロ。見た目はね悪くはないんですけど、もう少しね歩容に伸びがあるといいかなというのが今日のところですよね。それではパドックでの評価を踏まえたこのレースの推奨馬を教えてください。10番のモンドシャルナ、それから8番のミヤビジャスパー、それから6番のヨッテ歌って、はい、以上の3頭です。京都5レースのパドックからは10番8番6番以上の3頭を挙げていただきました。大阪スポーツ松並大樹さんです。モンドシャルナーを見ようっていうファンはやっぱり多そうですね、パドックね。そうですね、今までとはちょっとね明らかに数が違いますね。数が違ってますね。カメラ構えてるお客さんも多いな、もう最前列もね、はい、いやいやさすが血統といいますか品のある馬に見えましたが。そうですね、まあディープインパクトとはね、まあ、ちょっとまあ小柄でねっていうところは共通ってあるんですけど、このままお腹周りコロンとしてますし、まあ、ちょっとまた違うなと、もちろん上の当選ソレイユともまたちょっと違うなという馬体ですよね。馬体から想像するに松並さんどんなタイプの馬に見えますか。まあ、バレーは間違いなくあるでしょうけど、この兄弟ね結構走ってみないとわからないんでね。そうなんですね、タイプ結構馬のね 見た目もだいぶ違うんでね、同じ血統でも。そうなんですね。ただ力強さというかね、これぐらい小さい馬だとこういう馬はね、はい、どうかなって思っちゃうんですけど、そういうのはなんかこなしそうな感じはしますよね。まあ、お天気はすっかり京都は青空も見えるようになったわけですが、芝のコンディションは相変わらず重馬場です。まだ多少ちょっと力のいる馬場っていうふうに考えた方が文字通りいいでしょうか。そうですね、大きい馬が結構勝ってるんでね芝のレースはね、とは思うんですけど、まあ、小さいながらもねこのまま本当隅級者の馬らしくてね、こう筋肉がねしっかりついてて、歩容に伸びがあってね、いかにも飛びが大きそうだなという感じがするんでね、まあ、その走りっていうのは、まあ、今回京都の内回りの 2000m ですけど、より広いコースで見てみたいなっていうタイプだと思います。ああなるほどね、はい、まずは初戦どんな走りを見せるかモンドシャルナ、現状 1.4 倍という圧倒的な支持を集めています。さあ松並さん2番手評価は、朝方も伺った印と同じですね、8番のミヤビジャスパーです。この馬について伺いましょう。非常に力感がある馬でね、まだまだ緩さは残ってますけど、ははは、まあ、なかなかスケールがあるんでね、楽しみだなという感じがしますね。なんかこういう馬場もこなしそうな、なんかパワーもありそうですか。そうですね、
そんな感じがします、はい、うん、2人引きでなんかぐいぐいキュームインさん引っ張ってますね。ちょっとね逆にうるさくなってきたぐらいですね。僕はちょっと心配です。ちょっとここはね、まあ、注目馬もいるってことでお客さんも増えてる感じのパドックなんですがね。6番酔って歌って、小田切オーナーらしく面白い名前ですね、うん、女の子俺は待ってるぜ3区、こちらは松並さんはどういう評価なんでしょうか。うん、非常にすがる動きをしますしね、ただちょっと飛びが、ね、大きいタイプだと僕は思っているので、そうなんですか、馬場が悪いとどうかなと、あ、まあ、多少なりとも乾いてきたのはいいかなと思うんですけどね。はあはあ、あのお父さんは短距離で活躍した馬ですけれども距離適性っていうのはどうですか。いや、まあ、今日も落ち着いてましたしね、うん、まあ、カリカリしたところがなさそうなんで、折り合いなんかつきそうだと思う、つくと思うんですよね、はあはあ、むしろゆったりした距離の方が良さそうな気象かなとは思うんですけどね。ただちょっとこうストライド飛びの大きさからこういう馬場がどうか。そうですね、うん、あと松並さん印打ってる馬では1番のブレイズゴールドとか5番のシュネークリスタルとかも印は打たれてるんですがこちらはどうですか。パドックでの評価は、うん、両方とも、ね、悪くはなかったですよ、うん、もうモンドシャルナーが被ってるんで、上げませんでしたけど、本当そうですね、特にブレイズゴールドはねなかなか馬体に張りがあっていい馬でしたね。まあ、とにもかくにもモンドシャルナがどんな走りをするかこれはちょっと注目しなければいけませんね。はい、ということで今日はここまで大阪スポーツ松並大樹さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。京都5レースは12時20分発走予定です。